自己責任だぜ。知ってる？どれだけ怖いか。みんな保険入ってんじゃん。エレベーターやって。こんな感じ。Ready? One, two, three で。飛ぶじゃん。でキャッチじゃん。いや、でも絶対拍手いらない。これさっきやったじゃん。もっと高く飛ぶ駒あるよ。こちら見てよ。はい、チビ駒。これすごいよ。クイーンズタワーよりも高く飛ぶぜ。いや、あれランドマーク無理だよ。はい、こっちのビルね。できると思う人、はい。俺頑張る。できないと思う人、はい。あくまでも目標です。いや、俺政治家みたいじゃね。前向きに検討します。しかも俺自民党だよ。嘘、投票権ねえよ。OK、ワン、ツー、スリーね。ご一緒に。せーの。もうちょっとハキハキやらない？あと子供たちこれちょっと難しかった。英語だからさ、ワン、ツー、スリーの時ベロ出すってそのポイントだよ。本命って僕もともと英語の先生すごくね、ノーバークビになったけどね。なんであのクソウサギ何が駅前留学だよな。みんな騙されんなよ。今日の外人超荒れてるよ。行きましょう。せーの、ワン、ツー、スリー。アクション当然大きくなってる。気持ちいい。マジですか？みんな俺のこと本気にさせたね。見てくださいよ、これスーパーチビゴマすごいよこれ。いやいやコテコテだけどこれは本当にすごい。半分の力で今のコマと同じかそれ以上飛ぶよ。へい、半分すごくね。いやマジドンマイ。でも本気出せば今の3倍は飛ぶよ。でも今みたいに取れない。正直みんなどういう大道芸が見たい？保守的に今の高さを音楽に合わせて大げさにやるのか、それとも何も考えないでとりあえず飛ばしてみる。結果はその次。ちょっと分かんなかった。じゃあ思いっきり飛ばすの見たい人、はい。OK、すげえプレッシャー。あの、言っとくね。これ飛んでくから。飛んでったら逃げて。OK、たまにこれであーって叫ぶけど絶対ぶつかるよ。一番ひどいパターン、両親が子供置いて逃げた瞬間。OK、この冗談アメリカで超ウケるよ。やっぱり日本って保守的ね。はい、行きましょう。あ、俺最近お気に入りの言葉覚えたよ。とりあえず風があってもみんな大丈夫だよ。直ちに影響はないってこと。OK、手元の技、日本で人気なのはこちら。ヘイ、エレベーター。オーストラリアの技、ワイパー。国柄が違います。セッ、レディ、セッ。ごめん、できたらそこのカップルベタベタしすぎじゃね。その肩に手回すの気になるんだけど。そう、そんな感じで頼むぜ。ごめんな。 OK、行くぜ。 Ready? Set? Go? パワー。手抜きました。おい、最高。どうする？もう一回行ってみる？任しとけ。カメハメハー。よっしゃ、ありがとう。 OK、 じゃあみんな約束通り一輪車乗るよ。もう本当に今日失敗多いし、子供たち辛い時はとことん頑張るしかないんだぜ。今から2年前